皆さんこんにちは耳を澄ませてみてくださいあなたには何が聞こえますか心の中で時計の針の音は聞こえますか毎秒私たちの人生の時間は刻まれていきますその限られた時間の中で自分だけの火を灯してその火の明かりで見えてくる道があるということを 今日私は皆さんにお伝えしたいと思います増田香織ですお願いします <laughs> Light a fire they can't put out 誰にも消せない火を灯して人生は一度きり今あなたがしたいことなりたい自分は何ですか私は3歳の頃から祖父と一緒によく戦艦ヤマトや戦闘機の絵を描いていました 祖父は指で鉛筆をぼかしたりしてそういう書き方を祖父と一緒に真似しながら書くのが好きでよく遊んでいました小さい頃とても恥ずかしがり屋で私はよく人ではなく木や竹やぶに話しかけていましたそんな方いらっしゃいますか一緒のような方いらっしゃいますかあいらっしゃった素晴らしい後でお話し,しましょう一緒に <laughs> そんな子だったんですけど 母や父の帰りが10分でも遅いときは庭に生えている4本の木にこう言ってましたお願いしますお母さんとお父さんを無事送り届けてくださいそう言うとさわさわと風が吹いて木が揺れるそれだけで安心していましたその木にシロアリが湧いて引っこ抜かれたときはシクシク涙を流しました終了式の帰り道私は 重たい絵の具セットと習字道具を持ってよろよろ帰っていましたそしてたまたま自分の指でその日自分の目を傷つ,けた傷つけてしまったこともあって痛くて重くて全部が重なってよろよろと竹やぶの道を帰っていましたこれ実際の私の帰り道なんですけど小学校の時のあ,あ痛いよ痛いよ重いよ竹やぶさんどうか私に背中から追い風を吹かせて助けてください そうう言と坂道の下からさーっと風が吹いて私の背中を優しく押してくれるありがとうそんな子でしたそして私は小学校6年生の頃担任の先生が母を呼び出してこんなことを言われます薫ちゃんのお母さん薫ちゃんが突拍子しもないことばかりを言ってクラスのみんなをどんびかせています このままだと大変ですそう言いました私はそんなの言われても自覚症状がないのでどうしようもなくて <laughs> そのまま私は中学校に上がりますすると周りのみんなが私を避けるようになって先生の忠告が当たったのか私はとうとう一人ぼっちになってしまいました辛くて辛くて めちゃくちゃ辛くてもう家に閉じこもって歌ばかり歌ってたりぼーっと海を眺めたり家の裏の林が真っ赤に燃えた夕日どんどん沈んでいく中飼っていた犬と向かい風に向かって走り抜けたりそんな様子を見ていた母が私にこんなことを言いました薫人の心を動かすことって難しいことだねみんなの心を動かせるといいのにね 私はその時から淡路島にいるといろんな風が吹くことを感じていましたやがて社会人になり私はいろんな職業に就きます医療事務だったり、えー、建設事務あとはなんだっけなあ運送会社の事務うんいろんな職業に就くんですけどもなぜか私が触れた機会がことごとく壊れていくんです 申し訳なくてああのもう申し訳なさすぎるんであの私なんてもうクビにしてくださいって会社で大きな声で泣いたこともありましたしもう本当何もできなくて運送会社のジムでは社長がもう増田さんの好きなようにしてくれってそうやって言うから「あのあ分かりました」って言ってでウォーターサーバーの営業の方がいらっしゃって「うちの機械置いてください」って。 じゃあ好きにしていいって言われたもんだからあ全然いいと思いますって言って社長室行って社長の机開けて一番上にある一番使っていそうな通帳を取り出して社長が一番、うん、効力の強そうな大きい四角い楽観員わって取り出してバンって契約したんですねでそしたら会社全体がさすがにドン引きました <laughs> それにはまあ私もさすがに気づきましたあもう増田はん もうあかんわんもうあの犬の散歩でもしとってくれって分かりましたそう言われて土佐犬の散歩をしに外に出ましたあ,あ私ほんと何もできないやあ,あ私に何ができるんだろううるうるとした夕日がゆっくり炎のように染まって沈んでいきます私はリードを持ってじーっと佇たずんでいると田んぼの稲穂の隙間からさあ と風が吹いてきてき私の背中に優しくこうやって当たる気配がしました控えめに「大丈夫?」って言ってるような感じそしてふと足元を見ると土佐犬が私の革靴をガウガウ噛んでいましたああもういいよ食べてもう私何もできないし食べられて当然なんです私なんてあ食べてくださいどうぞまもなくして その会社は増田藩も混んで我慢さかいにその一言でクビになりました <laughs> こんなダメダメな私にある時天気が訪れますそれは遠く離れたところに住んでいるお友達が結婚しますという素晴らしい朗報が入りました私はすぐに気持ちをお届けしたくて友達に何を送ろうかなそう思った矢先に iPhone で 指でで絵をを描くソフトを見つけたんですそれはとてもシンプルなもので指で線を描いて色を塗るそして似顔絵ができるそれをデータにしてポンって離れてる友達に送れるんですすると友人が大変喜んでくれてそしてみるみるうちに口コミで広がって絵の依頼が私なんかに入るようになりました私は嬉しくて嬉しくてそこからホテルだったりイベント会場あとはお店 いろんなところで似顔絵パフォーマンスをさせていただくことになりました <laughs> こんな私なんかに絵の依頼が来るなんてそしてやがて約年間1000人の似顔絵を描かせていただくまでになりました <laughs> 私は自分のできることやっと見つかったと思って本当に嬉しくて絵を描くこと一本で成形を立てれるようになった頃私は もっと自分の持つ可能性を追求したいそう思って油絵を描き始めます何をどう使っていいか分からずにとりあえずキャンバスと向き合ってそこにある油絵の具だったりをいろんなものを使って描いてみるするとこんな絵ができました <laughs> この時私の心に秘めてるものあとは私の持ってた野心どんどん溢れ出る感情を覚えて見る見を覚えてみるみるうちに私は 油絵にに夢中になりますそれと同時に私はとても大切な人をなくすことになりますそれは私に小さい頃から絵を教えてくれた大好きな祖父お医者さんから「あと1年しか生きられない」と言われ私の心の中で初めてこの時時計の針の音が刻まれる感覚を覚えました そこから私はがむしゃらに絵を描いて毎日祖父に会いに行き祖父の手を握るそれに徹しましたそして私が描いた絵を祖父に見せるすると祖父がそれを写真でコピーして看護師さんや介護士さんたちに見せるんですそしてこう言いますわしの孫はこんなに絵がうまいんだぞってそれが祖父の喜びだったんです私は時計の針に逆らうようにがむしゃらに描いて描いて 祖父に見せるそれを続けました病室の窓から冷たい秋の風が頬を伝えますがむしゃらに描くんですが時計の針は止まってくれませんとうとう大好きだった祖父はいなくなってしまいました私は絵が描くことができず悲しみに暮れ毎日 歌歌を歌って、ピアノを弾いて歌を歌って悲しさを紛らわせていましたそんな時 SNS で私のその様子を見た人たちがこんなことを言ってくれます負けないで応援してるからおじいちゃんずっと見てくれてるからそう言われて私は祖父を思ってある一つの作品を書きますそれは祖父と昔よく一緒に書いた戦闘機題名は「静かな覚悟」 人は避けられない運命に立ちはだかった時もがいてもがいてもがきつかれてやがて一筋の光の中に入るその瞬間覚悟を決めるんです私はこの操縦士と絵を教えてくれた祖父をもって敬意を表してこれを描きましたそしてこの時どれだけ人の心を動かすことができるかこれを人生の目標に掲げとある美術協会の大会に 出品する覚悟を決めましたですがその美術協会の大会で私のこの作品は影の方の見えないところに飾られていましたあれなんで正直にそう思いましたそしてたまたま審査員の方とお話しする機会があったので私は正直に聞きましたえどうして私の絵はここに飾られてるんですかすると 審査員の方がこんなことを言います美術の世界には技法というものがあって海と空を1対1で描くことこれすなわちタブーなんですそれに被写体この飛行機こんなにちっちゃく描いてこれだったら描かない方がいいない方がよかっただからあなたの作品は審査外なんですとああなるほどそういうことか ああだったら私は自分の書きたいもの心に秘めているものを自分の書き方で自由に自己流で画流で書いて表現する私の人生それ,をそれに時間を費やそうってそう心に決めました私の心の中に灯した炎がより一層燃え上がる瞬間でしたそれからというもの私は淡路島を拠点に いろんな会社さんの看板や壁画を描かせていただき学びをいただき似顔絵、イラスト、キャラクターそこから気づきをいただき絵が描けない時はピアノを弾いてがむしゃらに歌を歌いキャンバスと向かい合って日々移り変わる時間を絵の具に変えて淡路島から東西南北放射線上に広がる風をイメージして描いて描いてがむしゃらに描いてやっと3年越しにある一つの作品ができました。私の 日々移り変わる時間を絵の具に描いた一作品「底なしの石畳」私はこれをもってまた再び美術協会の大会に挑戦する決心をしましたそれに私は勝ちに出ていました絶対覆してみせるそう思って出展しました結果その美術協会の大会で「 特選という賞をいただくことができました <laughs> 正直やっと覆せたって思いました本当に嬉しくてここから私の歯車は回り出します自分の持っている可能性をもっと追求したいいろんな人の心を動かしたいそう思って 祖父が使っていた筆を使って水墨画やいろんな絵を描きます <laughs> 戦国武将だったり虎や竜の絵を誰もやってない水墨とコーヒーを混ぜ合わせて自分にしかできない表現で次々に作品を生み出します自分の秘めてるものそれを全部作品にしましたするとその様子を見ていた SNS の人たちがカオルの 活動に勇気をももららったから自分も頑張るだったり今まで目を背けていたことにもう一度向き合う覚悟ができましただったりありがとう薫ると日本のみならず世界各国でいろんな方々が私にエールをくださるそんな現象が起き始めました私はできる限り現地の言葉でおじいさんやおばあさんそして共に挑戦する人たちそして夢いっぱいの子どもたちできもしない中国語と英語も勉強して 話しししかけけててて返事を隔なく友達のように接しました <laughs> そんな時とある美術協会から水墨画の展示の依頼が来て2020年東京新国立美術館に展示する運びとなりその後2021年台湾の芸術の祭典「対日芸術博覧会」にて日本から選抜で選んでいただきそこで私の作品は台湾に展示することになりました。しかしか コロナ禍で私は行くことがでできませんでした私は行ってやはり現地の皆さんに直接作品を説明したり触れ合いたかっただけど行くことができませんでしたさあここで私は黙っていません渡航費用に貯めておいたお金を目いっぱいその SNS 広告につぎ込んで台湾全域にばらまきましたそしてそのチラシの内容には 日本の淡路島の増田薫と私の情報をぎゅっと詰め込んで拡散しましたそしてできもしない中国語英語をもう分からないまま、うん、合ってるかどうかも分からないまま話して動画にして PR して「タジャ u オボジャ増田薫合ってるかどうか分かんないです」でもそうやってみんなに PR して話しかけましたするとどこからともなく日本の淡路島の増田薫をサポートしたいそういう声が届いて。 台湾の皆さんがたくさんの人々が台湾の展示場に私の絵を見に行ってくださり感想をくださりそしてさらにパイナップルケーキを送ってくださいました <laughs> めちゃくちゃ美味しかったですそしてそれと同時進行にアメリカやインドネシアから薫の活動に元気をもらったから一緒に歌いましょうと歌手の方からお声をいただきコラボレーションで歌わせてもらいましたここで皆さんが言い始めます 薫に会いに淡路島へ行こう薫の絵を見に淡路島に行こう薫と歌いたいから淡路島に行こう私の思いは淡路島の風に乗って国境を越えましたそしてその風が追い風となって私の背中を優しく押してくれるそう信じて私は今日も明日も朝でも絵を描き続けたいとそう思っています One day I want to go all over the world with my picture そして2021年夏、私はちっちゃい頃からずっと敬意を持っていた、そしてずっと感謝をお届けしたかった場所、内閣防衛省防衛大臣政務官室にブルーインパレスの絵を展示することができましたどれだけ人の心を動かすことができるか、人は本気を出したら何でもできるんじゃなくて、何か変えることができる。 そして決して諦めないこと自分の信念をしっかり持ってそこで納得しないことこそが皆さんの可能性と出会えるそういうことだと思っています「ライドはファイヤー n t pull out 誰にも消せない火をともして皆さん耳を澄ませてみてください皆さんの中で時計の針の音が聞こえたら後悔のないように伝えたいことを誰かに伝えてください 淡路島のの風が皆さんの勇気を見守っててくれています is 私たちは常に淡路島の中にありがとうございます。Thank you